アクトフ h o p e プ h e r o e s p r o j e c t i n 東京ド y ムナンバーアンダーラインア i のメンバーは、国書の中でのフェスティバルと東京ドームでのイベントをこなしましたが、その疲労をものともせず、笑顔で全力を尽くしていました。東京ドームで開催された、戸辺のチャリティーイベントは、ただの復興支援にとどまらず、エンターテイメントとコミュニティの力を駆使した、心温まる体験となりました。このイベントは、 令和6年に発生した能登半島地震の復興支援を目的に滝沢秀明氏が設立した都米が主催したものです日本のエンターテインメント業界において復興支援活動は特別な意味を持ちますがこのイベントではその意義がさらに深まりました東京ドームという特別な場所で行われたこのプロジェクトには輪島市立輪島中学校の生徒たちが参加し都米所属のアーティストたちとともにスポーツ競技を楽しみました イベントの主な魅力は、単なるパフォーマンスだけではなく、現地の子どもたちとの直接的な交流にありました。例えば、野球の試合やリレー競技は、ただのスポーツ対決ではなく、被災地の子どもたちにとって一生の思い出となる体験です。東京ドームでプレーすること自体が彼らにとって特別な経験であり、それが彼らの心にどれだけの希望と自信をもたらしたかは計り知れません。このような機会を提供した、 とべの取り組みは、エンターテイメントが単なる娯楽以上の力を持つことを証明しています。また、このイベントでは、プロジェクトテーマソング、Be On Your Side が披露されました。この曲は、ナンバーアンダーラインアイが作詞し、とべのアーティストたちが力強く歌い上げるもので、被災地への支援の一環として YouTube で配信されており、視聴するだけで支援につながる仕組みになっています。 このような音楽の力を活用した支援方法は、現代のデジタル時代において非常に効果的であり、広く支持されています。特に、ファンが SNS やストリーミングサービスを通じて参加できる形にすることで、物理的な距離を超えて支援の輪が広がっています。イベントの成功は、戸ベのメンバーたちの努力だけでなく、ファンやコミュニティ全体の協力によって実現されました。例えば、ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、 国書の中でのフェスティバルと東京ドームでのイベントをこなしましたが、その疲労をものともせず、笑顔で全力を尽くしていました。これにより、多くのファンが感動し、彼らの活動をさらに応援したいという気持ちを強めました。SNS では、多くのファンが現地での体験をシェアし、イベントの盛り上がりを共有しました。これが、イベントの意義をさらに深める要素となり、被災地への支援が一過性のものではなく、 持続的なものとなるようなムーブメントが形成されていることがわかります。さらに、このイベントは、単なる復興支援の枠を超えて、エンターテインメントが持つ社会的役割について新たな視点を提供しています。戸部のアーティストたちは、ただパフォーマンスを提供するだけでなく、被災地の子どもたちとの直接的な交流を通じて、彼らに希望と勇気を与えました。このような活動は、 エンターテインメント業界全体にとっても重要なモデルケースとなりえます。なぜなら、エンターテインメントは人々を楽しませるだけでなく、社会的な問題に対する意識を高め、具体的な行動を促す力を持っているからです。今回のイベントでは、特に子どもたちの笑顔が印象的でした。彼らの笑顔は、復興がまだ道半ばである被災地において、希望の光となるものです。この笑顔を守るために、 エンターテインメント業界全体が何をできるのか、そして何をすべきなのかを考えるきっかけとなりました。戸ベの取り組みは、その答えの一つであり、今後の復興支援活動の新たなスタンダードとなる可能性があります。このように、今回のイベントは、被災地への具体的な支援活動であると同時に、エンターテインメントが持つ力を再認識させるものでした。戸辺が示したように、音楽やスポーツは、人々を結びつけ、 困難な状況でも前に進む力を与えるものです。この力を最大限に活用し、今後も被災地を支援していくことが求められます。例えば、今回のようなチャリティーイベントを定期的に開催することで、支援の輪を広げることができるでしょう。また、デジタルプラットフォームを活用して、より多くの人々が支援に参加できるような仕組みを作ることも重要です。エンターテイメントは、ただの娯楽ではなく、 社会に対する影響力を持つ重要な存在です。戸辺の取り組みを通じて、その力を再認識し、今後の活動に生かしていくことが求められます。このイベントが示したように、私たち一人一人の力が集まれば、大きな変化を起こすことができます。これからも、エンターテインメントの力を信じて、支援活動を続けていきましょう。次のイベントで、 また新たな感動と出会えることを楽しみにしています。このイベントの成功は、エンターテインメントが持つ力と、参加者一人一人の思いが結集した結果です。特に、戸ベのアーティストたちが見せた姿勢は、彼らが単なるパフォーマーではなく、社会的な役割を果たす存在であることを強く印象づけました。彼らは音楽やスポーツを通じて、被災地の子どもたちに笑顔と希望を届けましたが、それ以上に重要なのは、 彼らがここの活動を真剣に取り組んででいることですイベント後のコメントで表明された感謝の言葉や被災地への思いは彼らがこの活動を一過性のものと捉えていないことを示しています。また、イベントの一環として行われたリレー競技や野球対決はエンターテインメントとスポーツが融合した新しい形のチャリティー活動として注目されました。このような活動は、 特にににに若いい世代にとってエンンターテイメントがどのように社会に貢献できるかを示す良い例となります。例えば、野球の試合で投手を務めた平野翔と、バッターとして登場した日露の対決は、会場を大いに盛り上げましたが、これが単なるパフォーマンスにとどまらない意味を持つことを観客も感じ取ったことでしょう。彼らの一等一だが、観客や参加者にとって、ただのエンターテインメント以上のものとして心に刻まれたはずです。 このようなイベントが今後も続いていくことが望まれます。そのためには、戸べだけでなく、エンターテインメント業界全体が協力し、被災地支援を継続的に行っていくことが必要です。例えば、他のアーティストや団体がこのようなチャリティーイベントに参加することで、支援の輪をさらに広げることができます。また、イベントの模様を有料で配信し、その収益を寄付金として被災地に送るという取り組みも、 デジタル時代において非常に有効な手段となります。これにより、現地に行けない人々も支援に参加でき、エンターテインメントを通じた社会貢献の形がますます多様化していくでしょう。さらに、今回のイベントで示された、つながりの力は、被災地の復興だけでなく、社会全体に対するエンターテインメントの影響力を再認識させるものです。エンターテインメントが持つ力は、単に人々を楽しませるだけでなく、 彼らの心を動かし行動を促す力を持っています。戸辺のアーティストたちが見せたようにエンターテインメントを通じて社会に貢献することは彼らにとっても大きな意味を持ちます。彼らの活動が他のアーティストや団体にも影響を与えさらなる社会貢献活動が広がっていくことを期待します。このようなイベントが生み出す力は被災地への支援にとどまらず。 参加者一人一人の意識を変える力も持っています。イベントに参加した人々が被災地への思いを新たにし、日常生活の中で支援活動に参加するようになることもあるでしょう。また、SNS を通じてイベントの様子が広がり、遠く離れた場所にいる人々も支援に参加するきっかけとなることが期待されます。このようにしてエンターテインメントを通じた支援活動が広がり、 被災地の復興が進んでいくこ,とが望まれますこのイベントを通じて感じたのはエンターテインメントが持つつながりの力です。被災地の子どもたちとアーティスト、そしてその活動を応援するファンたちとの間に生まれた絆は今後も続いていくことでしょう。この絆が復興の一助となり、やがては新たな希望とともに被災地を照らし出すことを期待しています。皆さんもぜひこのつながりの一員として、 支援の輪を広げていくことを考えてみてください。そして次のチャリティーイベントが開催された際にはぜひ参加してその力を感じていただければと思います。最後にこのイベントを通じて示されたのはエンターテインメントが持つ共感の力です。戸部のアーティストたちが見せた真剣な姿勢とそれに応えるファンや参加者たちの熱意は被災地の復興にとって非常に重要な要素です。 この「共感の力」が被災地への支援活動をさらに推進しやがては新たな希望とともに被災地を照らし出すことを期待していますエンターテインメント業界全体がこの「共感の力」を最大限に活用し今後も社会に貢献していくことを願っていますこのように東京ドームで開催された「都米のチャリティーイベントは」は単なるエンターテインメントの枠を超えた社会的な意味を持つものでした エンターテイメントが持つ力を最大限に活用し、被災地への支援を続けていくことが、今後の課題であり、また希望でもあります。これからも、エンターテイメントを通じた支援活動が広がり、被災地の復興が進むことを期待しています。そして、次回のチャリティーイベントがさらに多くの人々を引きつけ、より大きな支援の輪を広げることを楽しみにしています。